皆さん、こんにちは。レクセン2講師の厚田です。それでは、FP 本試験3級の2023年5月、本試験の公表を始めていきたいと思います。はい。では、皆様ですね、まず受験された方々、お疲れ様でした。で、こちらは、その試験の実施に基づいてですね、今回、学科試験、まあ、3級の場合、学科試験と実技試験があって、実技試験のうち、FP 協会が、 出題した資産設計提案業務ともう一つ金融財政事情研究会の中の個人資産相談業務こちらのですね、まあ、簡単な公表というものをですねやっていきたいというふうに思っておりますでそこでまずですね FP 協会も金材も共通な学科試験のこちら公表からなんですけども ちょっとまず簡単にですね、答えだけ申し上げていこうかなと思いますので、こちら60問あります。60問ありますけども、すべて1点ずつということになってますので、えー、満点が60点、で36点以上で合格ということになっているので、まあ、単純にですね、36箇所、えー、合ってるかどうか、それ以上合ってれば合格ということになります。 ではちょっとこれから簡単に読み上げていきますけれどもちょっと1とか2だとあの丸×のところ 1, 1、2だと分かりづらいのでここだけですね最初の30問については、えーま、本来マークシートは1番が丸なんですけども、えー、丸と ×2 番が×ということですが丸×で申し上げてきますのでもし、えー、まだ回答を見れていない方はこちらで確認ください。 では、第1問のこちら5問ずつですね、6科目になってますので、最初のライフの括弧一1から括弧五5までいきます。括弧一1が×、カッコ2が丸括弧三3が×、カッコ4が○、カッコ5が×、×、○、×、○、×と交互になってます。次、括弧六6から括弧十10のリスクですが、括弧六6が×、カッコ7が丸括弧八8が×、カッコ9が丸括弧十10が×、 で、こちらも交互ですが、ま罰、あ、丸バツ丸バツという形の交互になってます。次11からえ15の金融になります。括弧こ11がバツかっこ12が丸括弧13が丸括弧14がバツかっこ15がバツで、こちら11から15はバツ丸バツバツとなります。次括弧16から20のタックスですが、括弧こ16がバツかっこ17がバツ。 括弧十八が丸、括弧十九が丸、括弧二十が×、えー、こちら××〇〇×となります。次、二十一から二十五の不動産ですが、括弧二十一が丸、括弧二十二が×、括弧二十三が丸、括弧二十四が×、括弧二十五が丸ということで、こちらについては、えー、交互ですね。丸から始まる〇×〇×〇という形の交互になっています。 次26から30の相続ですが、カッ二26が丸、カッ二27が丸、カッ二28が丸、カッ二29が×、カッコ30が丸ということで、29だけ×で残り26から30は全部丸ということになります。これが整合問題で、第2問。 31から60の30問こちら三子択一ということでこちらは123で申し訳できます31から35のライフが31が232が3 33が134が335が2と上からもう一度23132となります 次36から40のライフじゃない、小れリスクですが、36が丸1、37が2、38が3、39が3、40が1、上から1、2、3、3、1となります。次41から45の金融ですが、41が2、42が2、43が1、44が2、44が失礼しました、3です。 44が3、45が2、もう一度41が2、42が2、43が1、44が3、45が2となります。次46から50のタックスですが、46が1、47が2、48が1、49が2、50が1。こちらは46が1、2、1、2、1, 2 1という形になっています。次51から55の不動産ですが、51が2、 52が3、53が1、54が1、55が3、上から2、3、1、1、3となります。次、56から60の、こちら相続ですが、56が3、57が3、58が2、59が1、60が3ということで、上から3、3、2、1、3という形になります。で、これで、まあ、 終わりなんですけれども、まあ、こちらなんですけれども、まあ、三子択一と正誤問題ということで,です、ね、あのまあ三子択一の方が難易度は低いんじゃないかなと、正、ま、誤、あ、問題の場合は、あのたまに難しい選択肢が隠れていることがあるので、難しいこともあるんですけれども、まあ、三子択一のところである程度点数を稼いで、あと、正誤問題のところでも、まあ、半分取れれば十分だと思うので、それでも合格はできると思いますし、あと、これ、皆様、えー まあ、これで合格されれば関係ないんですけれども今後、産休試験についてはあの試験の出題,出題というか、えー、試験の実施,実施方法が変わるということで、えー、集団の場所で,です、ねえー、受験しなくなるということもありです、ね、今後、こういう解説もできなくなるのかなというふうに思いますけれども、まあ、あの今年、えーまあ、ちょっと来年度。 今年度今年度のところで、えー、こういう形のですね、えー、皆様が同じところに集まって実施するという試験は終わりということにもなりそうなので、まあ、こちらですね産休、えー、については 難易度もそれほど高くないので1回で向かってくださいということでちょっと簡単な解説だけしてですねこれ,これ聞いてもらってなんだできてるじゃないかともっともっと上目指したいということであればこのあと2級というのも控えていますからぜひ参考にしてもらえればと思います。<laughs> で第一問のところの1、2、3、4、5のライフなんですけども例えば、かっこ1のところのですね、こちら今回弁護士資格がない FP の話がありますけども個別具体的な説明を行うとアウトで一般的、抽象的な内容であれば政府ということになりますから、まあ、今回は 法定貢献と任意貢献の違いについてはこれ別に弁護士以外でも誰でも説明できますからもちろんこれ一般的な説明と書いてあるので誰でもできますから定職はしませんので×ということでこれ2級のところでも出てきますからもうちょっとまあ内容が難しくなるかもしれませんしあとは2級の場合4、4、5、1ということなので同じような選択肢があと残り3つという中から正しいものを選べとか間違っているものを選べということになりますけれどもこのような内容が2級で出てきます。 あとはですね、まあ、過去5番に、えー、日本政策金融公庫の教育ローンというのが出ていますが、まあ、教育ロ、えーンは、あとは奨学金のところですね、一種と二種の奨学金のところと、まあ、政策公庫の、えー、も,ものしか出ませんので、まあ、民間の通常のですね、えー、金融機関の、えー、教育ローンは出ませんのでこの2つ、まあ、政策金融公庫と、えー、奨学金の一、えー、種、二種のところそこのところ理解いただければ十分かなと思います。 あと7番の、括弧ならばのところですが、これ、当たり前なんですけれども、えー、収入保証保険の死亡契約金を一時金で受け取るといった場合は、えー、保険会社がその後運用できなくなりますから、例えば、えー、15年間で仮に2000万もらえるところ、えー、15年で2000万もらえるところ、それを一括でもら,もらったとすれば、例えば1800万、これ適当ですが、1700万とか1800万というふうに、まあ、あの引き下がってしまう。えー 受け取り金額が少なくなるというのは仕方がないのかなということで、まあ、これは丸だということになります次11から15のところの金融なんですけども例えば13見ていただくと一般に残存期間や表面利率が同一であれば格付けの高い債券ほど利回りが低く格付けの低い債券ほど利回りが高くなると まあ要は債券はえそれほどリスクの高いものじゃありませんが格付けが高いということは信頼度が高い、まあ、あの通常はえ業績が良い、まあ、業績というかいろんなもので判断材料として良いということになりますところが格付けが低いということは当然ですね、えー 帰ってこない可能性も出てくるということなので同じお金をですね格付けの高い会社と格付けの低い会社に同じお金を預けたとしてやはりリスクを考えると当然のことながら同じ、えー、利率ですね募集したら当然格付け高い方にお金が集まるわけですからであればそこで差を設けるために格付けの低い会社のところは利回りを高くしないとバランスが取れないということになるので、まあ、このような形で、えーまあ、あの格付けが高く 高ければ、えー、利回りを低くしても集まる,集まるでしょうし、えー、格付けが低ければ利回りを高くしないと資金は集まらないということになります。はい、あと、えー、16から20の、えー、タックスなんですけれども、過、は、去、いまあ、こ20見てもらうと、住宅ロン減税の話がありますが、まあ、税制改正も、えー、近年、えー、住宅ロン減税は行われましたが、償、え、還、ー、期間、借入金の償還期間は、えー、これは。 常に10年以上というような形になってますので、まあ、ただ10年間だけ借りるということは通常はないのかと思うんですが、10年以上じゃないとですね住宅ローン減税は受けられませんので、これはまあ20年以上ではありませんというところです。はい次、21から25の不動産ですね。 例えば23見てもらうと、えー、こちらです例えば家を建てるところ建てる時の敷地なんですけれども、この場合、必ず、えー、建築基準法に規定する道路、まあ、通常こちらです、道路に2メートル以上、接道していなければいけないということで、まあ、要は2メートル、要は間口がある、えー、まあ道路、あの要は家のところで、2メートル幅があれば、間口があれば、当然消防車も入ってこれるということで。 2メートル未満の場合だと今は家を建てることはできませんので、まあ、この接動義務は2級に行っても非常に重要な内容ということになりますはい、え次26から30の相続なんですけれども例えば26のところ、えー、書面によらない贈与契約、まあ、一般的に口約束の場合ですね、これは履行前であれば各当事者は契約の解除することができると、まあ、履行が終わったものはもう解除はできませんがこれから行うものについては 解除が可能ですとところが、書面による贈与契約は、えー、履行前でも、えー、これはもう契約解除できませんので、その内容通り、えー、履行しなければいけないということになります。 はい、で、28、まあ、これがですね、2級でも、えー、今回、同じ、えー、日に行われた2級でもですね、こちらの内容が選択肢として出ておりましたが、えー、実質証書遺言、えー、召喚制度を利用して法務局に保管されている実質証書遺言については家庭裁判所による兼任の手続きを要しないということで通常、こちらです保管をする際には法務局の職員に、まあ、プロの職員によるですね、えー、確認が行われますので、まあ、あの交渉に 人が作ったような形のプロが作ったようなものになっていますので、兼任手続きいらないと。 いうことになるので、今まではですね公正証書遺言のみがですね、兼任がいらないという形でしたが、もう1個いらないものが増えて、遺言書保管制度を利用している場合の実質証書遺言、これも兼、えー、任がいらないとなってますので、こちら、せっかくですから、このタイミングで理解してもらえればと思います。これが前半の丸抜問題、あのまあ、丸抜なので分かればあのすぐ答え出ると思いますし、分からないときは、まあ、いくら考えてももう分からないので、まあ、こういうときにはもう決めて、まあ、例えば今日 今日は分からない問題全部丸にしようとか今日はわからない時には全部×にしようというふうに決めてもらえれば何問か拾えていくと思うんでそういうふうにやっていけばいいので正後、まあ、問題の方が若干これから見ていく3・4・1よりも難しいということになるのはまあ当たり前かなと思います。で第2問の31から60が3・4・1ということで例えば31番のですねこちら。 えー、6つの係数の中の話なんですけどもこれは、えー、3級でもこういう形で出てきますし2級では、まあ、これは、えー、と学科試験じゃなくて、まあ、教会日本エピ協会の実技試験だと必ず6つの係数の中で、まあ、通常3つ最低でも3つ使った計算問題が出てきますからしっかり、えー、係数の、えー、使い方理解してもらえればと思います。 あと33番のですね、付加年金の話なんですけども、付加保険料、オ、え、ノ、ー、お,おとあります。これ2年間で元取れる制度なので、400円払ってですね、2年間、200円が2年間であれば400円になりますから、まあ、2年間で元取れるということ、非常に、えー、要件満たしている方は、ぜひ入った方がいいという保険になります。 はいえー、とあとはですね、まあ、これでいいかなと、次、えー、今度はリスクの36から40なんですけれども、例えば40、まあ、40ちょっと一番最後になってしまいますが、がん保険なんですが、これはもうどの保険会社も共通で、まあ、3か月の 待ち期間というのがありましてその期間内にがん、えー、と診断されてもですね保険金、えー、などは一切支払われませんということで、まあ、今回の場合、まあ、3ヶ月とありますが90日、まあ、3ヶ月30日を3ヶ月で90日ということでこれはどこの保険会社も共通ですから待ち期間は90日ということで覚えてもらえるといいかなと思います。 41から45の金融ですけれども、例えば43のところで、表明利率2%で、残存期間5年間の固定利付債券を額面100円当たり104円で購入し、2年後に102円で売却した場合の所有期間利回りとありますけれども、この利回り計算は必ず計算式を覚えてもらって、ただ、一個一個、あの内容によってですね、最終利回りとか、まあ、いろんな利回りありますけど、別にそういうのを覚えなくても、今回の場合は、 104円で購入して102円で売却しているわけなので、まあ、ですから通常この売却のとこだけ見ても2円損してますよね。えー、104円で買って120円で102円で売ってるわけですから2円損してる。でもその代わりこの2年間の間で表面利率、まあ、年利2%のもの利息がもらえているので、まあ、そこのところでですね。 2%損しているんですけども、まあ、今回の場合だと、ですね2%が2年分なので4%、もちろん税金とか、まあ、税金はちょっと今回は考慮しないという風になってますけども、まあ、こう考えていくと、ですね、まあ、ある程度おのずとですね答えは見えてくるのかなというところですし、まあ、44番のこのポートフォリオは単純にかけていけばいいだけの話なので、決して難しくはありませんので、これって例えば、 A 証券の機械収益3.0、まあ、なので 3×4 割なので 3×40 は1.2で B, 証券 B 資産が5%が60%比率が60%ですから 5×0.6。 5×0.6 5633%だから 5, 6, ですから4.2%ということで電卓ちょっと押せばですね答え出てきますから、まあ、44番慣れればすぐできてしまうような問題じゃないかなと思います。 次、46から50のタックスですが、まあ、46のところ、これ、所得税においてとあるんで、個人の方の場合ですけれども、これはですね、まあ、ただ個人とはいえですね、2022年中に取得した建物ですから、これ、法人も個人も関係なくですね、今は定額法しかですね、取れません。 ですからこちらはもう法定消却方法がまあ個人も法人もこれ同じで定額をとなっていますからこれぜひとも覚えてもらえるとい,い,かなと思います48なんですけどもこちら16歳以上19歳未満の扶養親族についてはまあ38万円の一番とかなりますけどもまあ政治の中で,で、ここのところ高校生でも児童手当を出すようにしよう。 でもその代わり財源確保の問題があってもしかしたらここら辺のところの扶養、えー、こちらの高校生のところの扶養親族のところをいじってくる可能性があるのでただ今のところ、えー、そういう。まとあのー 答えとして言えることはないので今後、こういうところアンテナを張りながらですね確認いただけるといいかなと思うのでもちろんあの問題を作る人もですね、まあ、そういう報道は当然知っているわけなのでそうするとじゃあ今度2級のところでも問題としてですねこちらの高校生が絡むような扶養控除の問題を出してみようかとかそういうことになると思うので、まあ、これからそういう税制改正の動きとかそういうのがあったらですねぜひそこに興味を持ってもらえればと思います。 では51から、えー、55の不動産のところですが、えー、とこれについては、ちょっとまあ54番辺りには農地の話が出て、ちょっとまあ農地の話ってなかなか産休で出しづらいと思うんですけども、まあ、これは農業委員会に届けてさえすればです、ね、いいですよという話とかまあ,あるんで、あと55番のですね、えー、こちらについては、消費期間ですね、5年じゃなくて10年を超えてなければいけないとかというところがあるので、まあ、してれば解けるんじゃないかなと思います。 次、56から60の相続なんですが、あの例えば56番、こちら、何とかの課税対象となるとありますが、通常、贈与税は個人から個人の贈与が贈与税で、個人から法人へ、あるいは法人から個人へといった場合には内容が変わってくるので、まあ、この場合、法人から個人に贈与がなされていますから、この場合、所得税ということになってくるので。 3番を選んでいただければと思いますで57と58は同じような親族関係図があってちょっと名前だけ違うんですけれども、まあ、あのこういう場合順番を決めていけばいいので57については A さんが非相続人ですから子供もいないお父さんお母さんいますから第2順位で相続確定となるので、まあ、妻 B さんがこの場合えっ、ー、と 3分の2で残り3分の1をお父さんとお母さんが2人で仲良く分けるので6分の1ということで3番が正解で58番の場合は遺留、えー、分の金額の話なので、まあ、これ相対的遺留分ということで、えー、今回に関しては。えー 第2順位の相続人はいませんから、第1順位の子供と配偶者ということになるので、相対的遺留分は2億4000万の半分の1億2000万、あとは法定相続分で遺留分の金額もまりますから、今回は2分の1を3人で分けるので、子供についての法定相続分が6分の1ですから、1億2000万かける6分の1やると2000万ということで2番が正解だということになるので、遺留分の計算の仕方もですね、まあ、理解してもらえればということで、 ちょっと、まあ、あの長くなりましたけども、これで学科の簡単なですね、えー、公表、まあ、解き方などについては、これで終わりたいと思います。はいでは続いて、ですね、えー、と申し訳ないですけども、一度、ですね協会のですね資産設計提案業務の方から、ちょっと先にやらせていただきたいと思うので、ちょっと近在の方、ちょっとお待ちくださいということで、えー、では、えー、資産設計提案業務です。 こちらについては、えー、60分で、えー、20問あります20問あってこれ1問5点という決まりがあるのですべ、まあ、てどれでもいいから1問できれば5点ずつということなので100点満点の中の6割60点で合格ですからということは12問以上、えー、正解があれば合格ということになるので,で3・作1の問題になってますから、えーまあ、そんなに難しくないんじゃないかなというふうに思います。 ちょっと答えだけ先に申し上げていきたいと思うので、えっ、ー、と、大問ごとに申し上げます。まず第1問からですが、問1が1、問2が3、この2問しかありません、問1が1、問2が3です。で、第2問の、と、これはですね、金融ですね、問3が3、問4が2、問5が2と。 ということで、これで終わりです。ええ、三二、ええ、二、三二二ですね。次、第三問の不動産が二つ問題ありますが、問六が三、問七が一、三と一。次、第四問のリスクですが。八九十三もあります。問八が三、ええ、問九が三、問十が一、三三一です。 次、第5問、これタックスになりますが、11、12、2問ですが、問11が2、問12が2、どちらも2です。第6問の相続が13から15ということで、3問ありますが,問が、えー、問13が1、問14が3、問15が2ということで、1、3、2という形になります。 そして最後が第7問総合問題ということで16から20までということになりますが、えっと、まず16が317が218が219が320が2もう一度16からですね16から32232 えーとなります1はないということなので、一応これで回答終わりで、じゃあこのまま、そのまま公表をやっていきたいと思うので、ちょっと最初の冒頭の第1問から見ていきまして、あの先ほど学科試験のところでもあったように、統、え、一、ー、のところは関連業法を遵守することが重要であるということで、まあ、業績問題に関しての内容なんですけれども、えー、間違っているもの、不適切なもどれかと言っていますで。この場合だとですね、先ほども個別具体的、えー 抽象的、一般的ですね、こういうもの、えーまあ、個別具体的は基本的にアウト、抽、え、象、ー、一般抽象のものについては政府ということなので、1番読んでいただくと、税理資格を有しない FP が無料の、えー、相続相談会において、相談者の持参者資料に基づき、えー 相相談者が納付すべき相続税額を計算したもうこれ完全に税理士の領域に踏み込んでいますからこれ個別具体的な話になってますのでアウトということでこれが不適切。で2番はあの年金定期便を参考にしながら見込み額ですから見込み額の計算は別にですねこれをやる見込み額を出すにあたって資格はいりませんから政府ですし3番についてもこちらですね。 ている運用報告書、結果のものに基づいて内容を説明しただけで、まあ、この例えばこの株を買った方がいい、まあ、この場合、投資信託ですけども、この投資信託買った方がいいよとか、こっちにした方がいいよとか、そういうことを言っているわけじゃありませんので、あくまでも内容の説明ですから、特段問題はないということになります。で、問い2のところはこれキャッシュフロー表ということで、キャッシュフロー表についてはですね、 こちら、変動率というものがあるので、それを1年ごとにそれを加味していかなければいけないので、そこだけできるようになればいいと思いますし、2級の FP 協会の問題では、まあ、後半のところの総合問題で、必ずですねキャッシュフロー表も出てきて、まあ、これも真ん中ぐらいですね、真ん中ぐらいでキャッシュフロー表で出てきて、もうちょっとこれよりももちろん、当然難しい内容になってきますので、キャッシュフロー表については、しっかりですね4年後、5年後であっても、金額出せるようにしておいていただければと思います。 次第2問の、えー、こちら金融のところ3、4、5ということで、えーまあ、3つありますけれども、まあ、あの問さ3は、えー、こちら、投資んたの費用の話とで4については預金保険制度によって保護されるとあるので、まあ、何が保護されて何が保護されないかという話なので。 まあ決済預金は金額にかかわらずこれ利息はもう発生しませんので全額いけますしあとは定期預金、普通預金で外貨預金はこれ保護対象ではありませんのでこちらですね。 ですから500万と200万700万ということなのでそういう形で選んでもらえればということなので1番と3番1番は利息無利息ですからこれについては保護される全額保護される3番についてもですね500万プラス200万この分は1000万に達してませんからこれも保護されるということなので2番が間違っているというふうに選べると思います。 次、問い5のところの投資を、まあ、これはちょっとすみません、えー、皆さんの方で見てもらえればと思います。で、第3問の不動産のところなんですけども、えー、ここのところですね、まあ、答えが3、択1になっているので分かりやすいかもしれないんですけども、えー、問い6、これですね、えっ、ー、と、最高限度というふうになってます。ですから、こちらの場合だとですね、えー、敷地に、 どれぐらいの形で建てれるかということになってくるんですけれどもただ、この場合だとですね、えー、ごめんなさいこの場合だと敷地面積とありますけれども、まあ、要は今回図を見てもらうと甲と乙の間に道路がありますが。 福が3メートルとあります。だから3メートルなんで、ということはこれセットバック絡んできますよと、セットバック絡んできますけども、これは、えっ、ー、と、落つ土地については、まあ、あの右側の米印のところにありますけども、中心、えー、中心線は道路、えー、現況道路の中心とありますから、落つもこうもどちらも建物建てれますよという話なので、えー、3メートルだから1.5メートル、さつまり、えー、点さらに自分の敷地点五メートル、えー、ですね、後ろに、えー、したものが境界、えー となりますから、そうなると2 0る1 4 5ということで290平米となるのでこの場合、算定基礎となる面積は高土地については50センチ、まあ、50センチ分敷地がですね道路となってしまうのでそこを控除した2 0る1 4 5れ2 9 0平米が出るので出せるようにしておいてください。 あと問い七がです、ね、これはあの要は消費税の仕組みを分かってますかということで土地については非課税なので今回の場合はですね建物が2000万という金額あるんで2000万ということはここに10%乗ってきますから合計すると2200万土地は非課税ですからこのままとなるんで2200万プラス3000万で5200万ということで難しい問題じゃないと思います。そして第4問のこれは えーとリスクの問題ですが、今回、保険証券という形になってますが、保険証券の読み取りは、2級でも、えー、教会の実績ではよく出てますので、こちらもしっかり出せるようにしておいてくださいと、あとは問い重がですね、えー、損害保険内容で、損害保険のところもこういうような障害保険、ま、とか、えー、火災保険というのは、えー、ポピュラーな内容になってますので、こちらも解けるようにしておいてください。 次、第5問のですねタックスですね、タックスのところなんですけれども、問11は所得控除ということになってますので、この場合、ですね目黒明夫さんが50歳で、奥様、里美さんでいいですか、里美さん48歳ですが、給所得100万円となってますから、この場合だと、ですね配偶者控除は使えないということになりますし、あと宏一さん、所得なし。 とということでえ所得ない、これ大学生と書いてあるので、ということは特定扶養親族に該当するということでえ63万、工事さんが次男ということで所得なしですが、中学生なので、中学生は児童手当が支払われているということで、こちら、実は控除なしとなりますから、そうなると1番、配偶者控除対象配偶者になりませんし、2番もえこの場合、え、ー 一般扶養親族の控除は中学生ではありませんから二番が正しくなるということになりますでは次第六問の相続に行きます相続の問い十三見てもらうとこちらは民法上の相続に及び法定相続分の組み合わせということになってますので順番決めればいいので今回亡くなった最上慎二さんと夏美さんとの間に子供いないので第二0位の方いますかというと第二0位の方は直系相続なので お母さんですね。名前からしてお母さんでいいと思います。とも子さん。とも子さんがいて、あとですね、どちらにもですね、おばあちゃんが存命なんですけども、通常、第2 0位の場合は親族の、親等の近いもの、親等の近いものが相続人となりますから、今回の相続は、夏美さんととも子さんの2人だけということになります。夏美さんが3分の2、とも子さんが3分の1ということになるので、1番が正解だということになります。 14はあ割愛させてもらって、えー、15先ほど学科試験でもありましたけども遺言のところですね、えー、こちらについては承認がいりますよあと兼任は不要ですよというところで今回の場合まあ ああこ,のこういう「あ」「い」っていうのがあった時には解きやすいものから、えー、もう解いていけばいいと思うんでこの場合はです、ね「まあ」を例えば分かってても分からないとしますけども「い」と「う」ということで通常承認ときたら2人以上になるので「人だからい」は2人だから「えー、2 2人だから1」と「二どっちかだねと。 1>, 1と2どっちかで公正証書というのは公証人、まあ、法律のプロですね、例えば裁判官を経験した方などがなる職業なので、そうなると法律のプロが作るので、県人はいらないよねということなので、県人不要となると、1番、2番でうが不要は2番しかありませんから、この時点で2番が正解だということが分かるので、こういう問題はですね分かりやすい、解きやすいところから解いていって、まあ、選択肢を狭めていけば、えー、回答に近づくというところになります。 次、第7問が、これが総合問題ということで、残りの問題なんですけれども、まず16、問16のですね、こちらのバランスシートですが、2級でももうちょっとレベルの高い、難しいですね、バランスシート出ますけれども、こちらについてはですね、純資産を求めるということになっているんで、これ、あくまでも革の家ですね、川の家のバランスシートになっているので、そこのところですね、 あのこの場合は恭、えー、平さんと亜美さんでいいですかね、恭平さん、亜美さんのこのお2人の分ということなんで、ただ見てると、ですね保有資産のところには名義誰のというのはないので、まあ、このまま使っていけばいいのかなと思うので、基本的には、えー、資産については、今売ったらいくらかという金額、あと、えー、不動産と当然、です、ね、これも今 時価ですから、今だったらいくらかということで、あとローンについては、残っている借入金はそのままの金額を使えばいいということなので、まあ、それをやっていけば答えは出ると思います。あと、問17もですね、先ほど3級の学科試験のところでも係数早見表のところがありましたが、今回、実技試験でもあったので、でここのところでまあお伝えできることとしては、まあ、これは2級に行かれても、これ同じなので、ぜひ参考にしていただきたいんですが、 FP 試験は午前中の試験も午後の試験もどちらも同じ試験範囲です。出題範囲は一緒です。ただ、出題のされ方が午前中の学科試験は生後か3支度5日。 午後については、まあ、今回の3級のですね協会の実績験は、まあ、あのマークシートなんで3択なんで3、4択1なんですけども、まあ、あのこちらです例えば午前中何か分からなかった例えばケース早見表の使い方でどれ使っていいか分からなかったよといった場合はそのお,お昼休み中にそこを調べてもらうと遠い17のところで拾えるはずなのでなのでもし午前中分からないところがあったら休み中に必ず調べてもらうとそれが出ればですねしめしめということで点数が。 確保できますから、ぜひもし気になることがあったら積極的に調べていただきたいなというふうに思います。18がですね、高あの高額療養費の話、19が育業休業中とかまあそんな形になっています。あと30、20番については投資身尺の話ということで、ちょっとこちらは割愛させていただこうかなと思いますが、まあ、この問題もですね。 確かに、えー、人によっては難しいと感じるところあるかもしれませんが、たとはいえ、ですね毎回出ているようなところが、えー、出ているわけなので、ぜひともこれ12問は最低でも確保していただきたいと思いますから、まあ、実技試験は比較的受かりやすいので、あまり肩肘じ張らずにです、ね、やっていただけたらというふうに思います。はい、ではあと10分ほどにになりますが、えー、金融財政事情研究会のの、ね、個人資産相談業務公表 たいと思いますでこちらについて最初に再採点じゃないなごめんなさい、えー、回答から申し上げてきます回答申し上げてその後、えー、公表していきたいと思いますでこちらについては第1問から第5問の5問構成ということで、えー、こちら通常ですねこちらのところではリスクの科目がありませんだからライフ 金融タックス、不動産相続という形の5科目になっていますので、えーまあ、金融、金融はリスクがないという形で、えー、申し上げていくと、第1問、ライフですが、答えがですね、問1、問2、問3ですが、問1が1、問2が2、問3が1、まあ、1、2、1となります。次、第2問、金融になりますが、4、5、6ということで、問4が3、問5が3、問6が2、3、3、2となります。 次、第3問ですが、これタックスです。7、8、9とありますが、問い7が1、問い8が2、問い9が3、1、2、3ですね。こちら、第3も1、2、3となります。第4問、不動産ですけれども、こちら10から12ですが、問い10が3、11が1、問い12が2、3、1、2という順番です。次、第5問の相続ですが、13から15です。 13が3、14が1、15が3、3、1、3という形になります。では、じゃあ簡単な公表というのをしていきたいと思うので、まず第1問のですね、ライフからということになります。今回ですね、対象になる A さんは、45歳の会社員ということでですね、まああのまあ、当面、年金をもらう。 ことはないんですがこういうときにはどれぐらいのお金がもらえますかということで、ですね子ども払い続けた場合ということで、等統一については A さんが老齢基礎年金の受給を65歳から始した場合の年金額を試算ということでありますので、でここでは2022年度価格に基づいて計算とありまして、その金額についてはもう77万7800というのがあるんで、まあ、3級とか覚えなくてもいいんですけれども、まあ、2級とかもう 上の1級とかになった場合にはこれを覚えておいた方がいいと思いますが2023年度は基本変わりますので、まあ、こ,れはこのような形でご理解ください。 あとですね、まあ、あと2と3は、まあ、ごめんなさい、こちら見てもらえればと思うので、ちょっとすいません、こちら、年金の計算等1のところをですね、ここが、まあ、あのできるようにということで、ただ、ここのところはですね、あくまでも20歳から60歳の40年間になりますから、ですから、あの分母は480月で、この人、22歳、えー、からですね、えー えー、22歳までは国民年金が未納で、えー、22歳から、えー、厚生年金に加入しておりますからとなるとこの場合ですね 506から60引いてあげればいいので65歳まで払い込みすると506月とあるので506から60引いてあげると446月となりますから446月を分子に持っているのは1番だけとなるので1番が正解ですということなんでここのところぜひとも1番等1のところは正解を取ってもらいたいなというふうに思います次第2問の金融の問題なんですけども ここにあるですね問い4は、X 社株式の投資指標というものがあります。まあ、投資指標に関しての内容になってますが、2級とかに行くと、ですねこの投資指標の計算式、覚えていれば、スムーズに得点が取れるというところもあるので、ぜひせっかくなんで、もちろんこの問題を解く上でですね、あの 計算できてたよという方はそれでいいんですがもし覚えられていなければ2級受ける方は試験直前までで結構ですからここに出てくるような PER とか PBR とかさまざ、あ、まなあの内容については覚えておくといいと思うんで、えー、投資指標は2級で本当によく出てますのでそれを念頭に置いておいてくださいあとはちょっといいかなと思うんで飛ばしさせてもらって第3問のタックスですねでここでは4人家族の A さんがいてですね、まず問いならでは、総所得金額というものを求めなさいとなっています。で今回、総所得なんですが、会社員で、あと今回の場合は、一時払いの変額個人年金保険、えー、これをですね、解約歴で解約してますので、解約した分、えー、でこれは一時所得になります。でこ、えー、のところがあとは 譲渡損失が10万株式ですね、これ株式ですが、まあ、これについてはですね、えー、使えませんので、だからこの場合、給与とですね一時所得、この金額でですね答えを持っておけばいいということになります。あと、問い8のところなんですが、えー、こちら、今回受けられる所得控除ということで、A さんには家族が、えー、奥さんの B さん、えー 長女の C さん、また同じく次女の D さんということで、こうなってくると、今回の場合、奥様については給与収入は90万ということですから、この場合、配偶者控除の適用は受けられます。あと、えー、と長女 C さん、高校生で収入がないということなので、通常の38万円の扶養控除を使うことができます。でただ 辞書 D さんは中学生ということで、中学生に関しては今、不要の枠はありませんので、そうなると今回は A さんは、A さんの妻、A さんを受けることができる配偶者補助 B さんの分は38万ですし、あと,、えー、と D さん。 この場合、基礎控除は2500万足してませんから受けられますで。ただ2番の76万とありますが、高校生の分38万しかありませんので、これはどう考えても中学生の分を含めた76万になっていますから、2番が間違っているという形になります。はい、続いて、ですね今度は第4問の不動産ですね、不動産の問題にいきます。 でこちらで問い10がです、ねえー、賃貸マンションで対価建築物を建てるといった場合ですで。ここはどういう地域かというと,、えー、とこれは防火規制が順防火、まあ、順防火地域に対価建築物を建てるということであとは、ですね、まあ、これも組み合わせになってますから例えば、1の検兵の上限を求めてそれで答えを絞り込む例えば360点もし答えが出ればそれで終わりですが400が2つあるのでおそらく2と3。えー えー、丸1は2 3どっちかだと思うんで、すよ2のところは960と1200があるので、これ憲兵率を使ったものがですね、えー、ごめんなさい、溶石率です。溶石使ったものが960か1200ということなんで、まあ、これ、どっちでもいいので、やりやすい方からやって、答えを2、えーまあ、択にしてからやった方がいいんじゃないかなという気はします。えー、そうなるとですね、今回の場合だとですね、角地ちですし、 80%のところあと角地ということから今回の場合はですね憲兵率については制限がなくなります一方容積率については全面道路復員というのがあるので 4m6m のうち長い方もの 6m×10 分の60.6 ですね、360%, パー 360, パー360パーと300比較するとこの場合300%ということになるのでですから400平米 ×300% で1200平米となるので3番ですねということになるので、丸1が400、02が1200ということになります。ということで、こちらぜひ憲兵率、容積率は、まあ、必ず出るところなのでしっかり理解をしていただきたいと思います。 最後に第5問の相続なんですがこちらについてもあの今までの流れでもあったように遺言の話が、まあ、問い重さん出たりとかあと問い重4については。 こちら課税遺産総額が1億円たった場合の総額総額、まあ、相続での総額なのでただ、今回の場合だとですね A さんと、まあ、この場合、相続人が B さんと子供が C、D という2人ということですねというふうになってくるんであの計算自体は難しくないと思うんで1億円1 ×2 分の15000万の税金とあとは1億 ×4 分の1。 2500万の税金という形で計算していただくと答え出ると思うのであとは皆さんのところで電卓叩きながら確認いただければというところになります。はいということでですねちょっと簡単になってしまいましたけれども3級の公表はまあ今みたいな形で終わります。3級の場合どうしてもですね引き方がですね生後問題だったり3子択一ということで比較的高得点取れる方多いと思います。 で高得点取れる方多いと思うんですけどもあの2級に行くとですね 3級の選択肢、正誤の選択肢は4つ、1つの問題に入ってくるので、すべてこれを、これの文章丸、丸この文章、×みたいな形と判別できなければいけなくなってくるので、ちょっと学習の深さが深まっていくことなので、そこを注意ください。ただ、2級は今、ちょっと全部分からなくちゃいけないと申し上げましたが、実は実際3個分かればいいんですよ。丸と×のところが3か所分かれば、必ず答えは1つ決まるわけなので、残っている1つは、例えば丸なのか×なのか、 推測ですが、必ず分かるようになりますから、そういう形でいくと基礎的な選択肢のところはしっかりですね頭に入れておけば、2級でもですねそこまで深い勉強しなくても受かると思いますので、ぜひちょっと今回の3級試験で興味が湧いた方は、2級に進んでいただければというふうに思います。 はい、では、こちらをもちまして、2023年5月実施の FP 本試験3級のですね、公表を終わりたいと思います。お疲れ様でした。